Everyday moments are the important moments that connect us. キウナゴヤ。皆さん、こんばんは。午後10時になりました。FM79.7MHz、FM 宜野湾の電波をお借りして、名古屋にあるダンサーズスタジオから、キウナゴヤをお送りいたします。番組名、キウナゴヤは、FM 宜野湾がある宜野湾市キウナと名古屋を組み合わせた造語で、名古屋の情報を沖縄県宜野湾市から発信し、双方の魅力をお届けする30分番組です。はい。今日もラジオ採用されて名前が呼ばれてよかった、味噌煮込みスキーです。よかったよかった。名古屋の滑り卵じゃないよ。滑り王子、マスクマンです。今日もラジオは採用されましたけども、西町の方が多かったダンサーズでございます。はい、今週のテーマは自撮りじゃないよ。今週のテーマだよ。はい、もう一回仕切り直しです。ごめんね。今週のテーマはゲーム。しっかり来週のテーマを言っちゃったということで、ね、はい、メールアドレスはkiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM 宜野湾で検索してください。また、インターネット配信サイト、リスンラジオ、リスラジからも放送しています。地域選択から九州、沖縄を選択し、FM 宜野湾を選択してください。そして、今日はゲストのコーナーがあります。ゲストは、シンガーソングライターの春水さんになります。22時12分頃からとなります。この番組は高級木材のご用命は名古屋中川名木、名誉総裁賞を受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプル8ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、こちらの提供でお送りいたします。じゃあメールをね、ってなんですか。いや、一応これな、もしかしたら名古屋弁じゃあって違うかな。いや、そうじゃないけど。何がじゃあなの。番組の出だしからじゃあはないね。ちょっとですね、今ツイキャスでですね、そらしろばさん、今のがガチ。ガチです。そうだね。ね、ちょうどいいタイミングですよ。ね、そらしろさんからね、メールいただいてます。これはね、先週のね、パンについてですね、ダンサーみそさん、極寒王子、こんばんは、寒い。初めてメールします。どんどんどんが遅いよ。初メールですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。学生の頃、よく食べていたのが、100円で8本入っているチョコスティック、を食べていました。うちの近くでは、パンパティ、王子びっくりしちゃった。今パンティかと思っちゃった。パンパティ、おびのパンという2つが有名で、週末には行列ができるほど、相模原に、お越しの際にはぜひお立ち寄りください。こんな私は米派なんですけどね、王子もそうなんです。 Me too、 お引き取りください。はい、じゃあ次のメール行っていいですかね。
どうぞ。はい。ごめんなさい。先週来てました。ダンサーズさん、みそにこみすきさん、そしてマスクマンさん、こんばんは。読谷村から、フリームーンイカリーです。ありがとうございます。今夜のテーマ、パン。私はパン派かご飯かと聞かれたら、迷わずご飯派です。なぜならば、パンで自分のお腹を満たすのは、相当たくさんパンが必要になるからです。聞いてはそれだけ高額になるからなのです。つまり、パンは高値だから、ご飯派です。ああ、我が家が貧しかったから、そのような価値観を持つようになってしまったのですね。涙。それにしても、炊きたてのご飯には目がないのですが、焼きたてのパンも最高ですね。最近東京都内で、いくらだったか忘れましたが、高級食パンが流行っているとテレビで見ました。それ食べてみたいですね。では、番組最後まで聞いてます。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ねえ、ご飯で、違う、パンでお腹が満たされないのはダンサーズも一緒ですよね。お菓子ですね。ね、おやつみたいなもん。おやつだね。はい、はい、はい。ではでは、ありがとうございました。じゃあ、今週のテーマの、行ってみますか、ゲーム。はい。はい、どうぞ。はい。そうですね。また、そらしどさんからですね。またって言わないの？失礼でしょ。あのね、今ちょうどね、ビビッと来ちゃったんですよね、王子ね。もう見たときに、瞬間にね、王子もタジタジみたいな。ダンサーマリさん、スベリーナさん、ね、滑ってますよ。今日も表情でね、くるくる回ってますからね。こんばんは。そらしどです。息子たちがゲーマーでディパッド。これディパッドでいいんですかね？ディパッドスイッチを、愛用しています。最近のゲームは映像が良すぎて、子供たちとマリオカートをしていたら酔ってしまい、リバースしてしまった私です。それから、ゲゲゲの鬼太郎とニャンコ大三層だけは付き合うことにしています。すいません、ゲゲゲの、リバースだとゲゲゲですか？これはね、つなげたんですか？王子はよく飲んでリバースします。どうしてそういう方向に持っていくんですか？そらじろさんから訂正が入ってます。D パッド。D パッドだって。あ、D パッドですね。はい。はい。もういかに D パッドわからないかってことですね。はい。では、いきます。みそさん、ダンさん、すべりキング、ボンビーさん、こんばんは。桃鉄シリーズで日本中の様々なグルメ、特産品を物件選びで知った沖縄にワンチュールです。ありがとうございます。ありがとうございます。さて、若い頃はゲーセンでインベーダー、アルカノイド、ごめんなさい、ピンボールじゃなかった。ピンボール、スロットマシン、滑りが映っちゃった。スロットマシンなどのメダル系といった様々なゲームを楽しんでいましたね。そして、プレステが登場してからは、家でゲーム、桃鉄シリーズにハマってました。今はというと、たまにゲーセンで通信型麻雀ゲームをするくらいです。この年になってあまりゲームはしなくなりました。三人さんは思い出のゲームありますか？皆さん、ファミコンとか、うん、思いつくと思うんですけど、自分のゲームの印象があるものっていうのは、はい、ゲームウォッチです。ああ、でも自分もゲームウォッチですね。ゲームウォッチですね。ドンキーコングとパラシュートとか、その世代。パラシュートですね。オクトパスっていうのもありました。ああ、あったあった。友達と交換してやりましたね。はい。で、ゲームウォッチ世代なんですね。たまごっちもそれぐらいの時ですかね。たまごっちもっと新しいよ。新しい。もっと新しい、新しい。ね、王子はね、王様が、噛んだ。王様ゲームが好きだな。はい。退場退場退場はい、続いてですね、旧名古屋の皆様、こんばんは。こんばんは。こんばんは。名古屋の工場長と申します。今週ありがとうございます。ありがとうございます。今週のテーマ、ゲームですが、それは、モノポリーです。ゲームに勝つため、交渉、同盟、そして裏切り。本来は楽しいはずのゲームですが、友人と契約になることも、1ドル足りないため、破産するなど、モノポリーからいろいろ学ばせてもらっています。これは結構あれなんですかね。私あんまりね、よくわからないんですけども、頭を使うゲームってことですね。ゆずちゃん、そうかな？モノポリーね。わかんない。わかる、モノポリー。モノポリーちょっとわからないですね。なんで今日このテーマにしたの？
はいはい。次、はい、よろしいでしょうか。はい。はい。名古屋のお三人かさ、お疲れ様です。モーラです。今日から沖縄も冬らしく風が強く、朝から寒かったです。昼過ぎあたりからはちょうどいい気候で気持ちよかった。沖縄も寒かったんですね。あ、でも名古屋も寒かったですよ。さて、ゲームですが、私、ゲーセン、テレビゲーム一切しません。しかし、20代前半でテレビゲームを組み立てる仕事をしていて、自分自身も当時流行ったアミューズゲームで、ドンキーコング、マージャン、ブロックゲームなど、知り合いの喫茶店に置いていたので、そこそこの収入になっていました。それでは頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。なんとゲームを作る側なんですね。あ、余談ですけども、名古屋の気温、現在 9.3 度です。はい。はい。ということで、はい。はい、では、メールはまた後半ということで、続きましては、はい、ゲストコーナーになります。建設内装材のことなら名古屋の中川名木奈良、桜、花梨など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプルエイトではフォークリフトの整備、塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭と薫品、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。アルゼンチンから来日して16年、ふるさとのことを思い出しながら日本で楽しいことや苦しいことを経験する中、素敵な曲と出会いました。大城バネサが歌いたかった10曲をこのアルバムに。大城バネサ初のカバーアルバム The Covers 好評発売中。キユナゴヤ。Beautiful life. もう一度歌う理由を見つけた Beautiful life. 神様が未来にくれたトレジャー Beautiful life. 感謝を与えられたから歌いたい Beautiful life. My love. 今日はゲス、今日はですね、シンガーソングライターの、春水さんが電話ゲストとして登場していただきます。こんばんは。こんばんは。どうも、この番組では初めまして。はい、初めまして。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まず改めて自己紹介をお願いいたします。はい、沖縄県を中心に日本全国、そして海外ツアーも最近行かせていただいてます。シンガーソングライターの春水と申します。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。ありがとうございます。春水さん、はい、名古屋でのライブありがとうございます。私もお邪魔させていただきましたけど、あれから目の調子はどうでしたか？あ、もうバッチリです。もう完全に治りました。ありがとうございます。そうなんですね。はい、あの時かなり目が腫れてたんですけども。そうですね、はい、かなり結膜炎だったんですか？結膜炎、そうですね、はい。ああ、そうです、そうです。あれも次の会場あたりでも治ってたんですか？いや、しばらく長引いてて、何日間かはもう
ちょっと大変な状況ではあったんですけど、まあ、でもおかげさまでもう大丈夫です。ああ、そうなんですか。はい。実は写真をですね、この番、はい、番宣用に探してたんですけども、はい、晴れてる写真だったので、あげれなかったんですよ。それで。そうだったんです。すいません。いやいやいや、いいですよ。で、過去の写真をアップしたんですけども、ああ、ありがとうございます。まあ、ちょっとそういった状態だったから、大丈夫かなとずっと思っておりました。ああ、ありがとうございます。もう、大丈夫です。おかげさまで、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてですね、はい、その時に、お邪魔していたものが、隣にいます。はい、春水さん、はい、ご無沙汰しております。味噌煮込みスキーです。ああ、お世話になります、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。目は大丈夫そうなんですけど、風邪は大丈夫でしょうか？ああ、風も、はい、もう開放に向かっておりまして。ああ、そうですか。はい。はい、大丈夫です。ありがとうございます。はい。名古屋では本当に素敵なライブありがとうございました。いえいえ、こちらこそ、本当に、いいライブができたなと、実感も、持てたライブでした。よかったです、ね。ありがとうございます。なんか、やっぱり距離が近いのはいいですね、ライブハウスの。そうです ね。やっぱりいいですね。あ、でも、春水さん、まあ、今回ね、名古屋で、前回のツアーで名古屋でライブしていただいたんですけれども、今回はなんかもっともっと大きなところでライブやられるそうですね。はい、そうなんですよ。ありがとうございます。12月14日に、はい、沖縄県の南城市にある、ガンガラの谷ケーブカフェというところでですね、マックス630人の収容人数を、収容できる、本当大きなホールで、世界で唯一の、鍾乳洞の中にあるステージで、世界的にも本当に有名な場所なんですけど、そちらでワンマンライブが決まっております。すごい。600何人ですか？はい。630人です。630人。はい。すごいですね。でも鍾乳洞っていうことは音が響きますよね。そうなんですよ。めちゃめちゃ。はい。どんな感じに響きますか？そうですね。口では説明できないんですけど。そうですよね。やっぱりこれはライブ。はい、会場にね。いや、本当に、その場に来て、感じないと絶対にこう分かんないですね。ああ、そうなんですね。はい。でも間違いなく言えるのは、どのホールでも、はい、感じられない、音楽を感じられると思います。なので僕は今回この場所を選んだし、どうしてもここで歌いたいと僕は思ったので、はい。本当に特別な、時間で特別な、なんですかね、音楽が聴ける場所ですね。何かガンガラに思い入れがあるんですか？そうですね。二度、ガンガラの谷で歌ったことがあって、はい、やはり、もう空間が本当に素晴らしいので、もうこれは多分日本中どこ探してもないと思います。僕は。はい。本当に。まあ、こういったいい話をしていただいているのに、隣にですね、もう一人ね、はい、番組に とても異質な方がいます。お久しぶりでございます。マスクマンでございます。お久しぶりでございます。ついに出てきましたね。ついに出てきましたね。シュウセイさんね、はい、今もなおシュウさんになっていらっしゃいますか？そうですね、ちゃんと殴られてますね。いきなり殴られてますね。早いんですね。最近早いです。早いですね。早いですね。もう最高です。ですね、はい、ちょっと体調崩したのもあって、はい、なんと、5日、6日ぐらい連続で僕もう、脳春水ですね。脳春水。はい、脳春水です。はい。もうお疲れでございますね。いや、お疲れです。でも逆にですね、なんか、脳春水の方結構こう、なんですかね、活力に満ち溢れてるっていう、なんか、新しい境地にちょっと達していて、これまずいなと思いつつも、はい、いるところです、今。これで、ね、パワーを充電してね、また素晴らしいライブができるということで。あ、ありがとうございます。そうですね、そっちに、はい、シフトしていけたらと思います。滑り王子は全然変わりたくね、日に2回、はい、3回やってますので、おだまり。あまりに言っちゃいけませんね。おだまり。本当に皆さんね、ね、ちょっと前ですかね、はい。春水さんのサイン、ね、滑り王子のサインをしたね、はい、こうシートがあるんですけどもね、これ皆さんね、はい、ファンの方欲しいかなと思うんですけども、はい。これはね、非売品ですのでね、なかなかね、そうですね、手渡さないですよ。本当にね、お宝ですんでね、ありがとうございます。どうもありがとうございました。
今日も冷えるわね。すいませんね、すいません。とんでもないです。面白いですね、ほんと。相変わらず。相変わらずな。はい。はい、ではでは、ちょっと時間も少なくなりましたので、最後にもう一度、はいはい、ライブの情報をお願いいたします。はい。ありがとうございます。12月14日、ですね、開演は19時半から、沖縄県南城市ガンガラの谷ケーブカフェで、私、春水ワンマンライブを行います。チケットは、春水の SNS、公式ホームページ、つくつくの公式ホームページから購入できますので、ぜひ、たくさんのご来場お待ちしております。はい、ありがとうございます。12月14日、沖縄県南城市のガンガラの谷で、はい、ライブをされているので、はいはい、皆様ぜひ、チケットを、はい、春水さんの SNS, SNS でお買い求めいただけるということでよろしかったですか？はい。よろしくお願いします。はい。じゃあ皆様ぜひSNS チェックしてください。はい。はい、で、本日はどうも、春水さんありがとうございました。いえ、こちらこそ、ありがとうございます。ありがとうございました。はい。シンガーソングライター、春水さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。バイバイ。もう一度歌う理由を見つけた Beautiful Life。はい、ツイキャスの方もたくさんいただいております。ゲームに関して、ゲームを義母和彦さんでよろしかったでしょうか。ゲームを作る会社には心理学者がいます。マリオには無数の心理学者が入っています。パチンコと同じです。あと、浦添のしんちゃんさんですね。ゲーム、ここ5、6年間やったことないですね。神さんはたまに UFO キャッチャーが得意だったかな。あった、得意だったなでしたね。シュープリームさん。人生はまさに男と女の駆け引きのラブゲームだそうですよ。はい。そして、常夏コンさんありがとうございます。ガンガラの谷の、ところ、リンク先を貼っていただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。岡地からもじさんはね、自分でプレステ2のゾンビゲームをやっています。今はあんまりやってませんということでした。はい、ではですね、メールの方も続いていきます。ダンサーズさん、みそにこみすきさん、マスクマンさん、こんばんは。リスナーのハートを逮捕するの銭形ゲームです。キユ名古屋を聞かないものは逮捕だ。はい、逮捕してください。あれ、今週のテーマゲームといえば、中学2年の3学期に初めて買ったゲームソフトはファミコン版のドラゴンクエスト2、悪霊の神々でしたね。今だから言えることですが、当時の私は前作のドラゴンクエスト1を手に入れることができなかったので、友達と一緒に日曜の休みに土木現場のアルバイトをやり、汗水流して働いた日当でドラゴンクエスト2を手に入れた時はとっても嬉しかったことを思い出しますね。お三方は初めて買ったゲームソフトは何ですか？です。はい、ソフトというかもうモデルですよね、自体が買ったのは先ほどのゲームウォッチだったので、ソフトというのがないんですね。その王子もね、ゲームウォッチやってましたね。やってた、やってましたね。あ、ソフトありました。ポートピア殺人事件だったかな、はい、ポートピアなんかありましたよね。ありました、ありました。あれ買いましたね、はい、懐かしいですね。思い出したわ。はいはい、はい、続いてですね、パティスリーシンさんからですね、はい、ありがとうございます。キュス、今週のテーマゲームということで、最近 VR ゲーム用ゴーグルというものを買いました。文字知らないですね。わからない方もいるかもしれないので簡単に説明しますと、 VR ゴーグルとは水中メガネみたいなものの中に、液晶モニターが入っていて、映像を見る普通、かぶっている本人の動きに連動して視点が動くため、本当に
入ったような気分になれるという、ハイテクなおもちゃのことです。ああ、なんか自分の目線と同じようになるってことですかね。さて、僕がプレイしたのはゾンビのいる世界に放り込まれ、ゾンビと戦いながら生き残るみたいなゲームなのですが、ゾンビが前後左右から襲ってくるから、僕自身も振り返って銃を撃ったりと忙しいし、振り返るとゾンビの顔がドアップみたいなこともあり、本当に怖い。ビクビクしながらプレイしていると、突然僕の肩がポンと叩かれたもんだから、パニック。振り返るもゾンビはいない。どこだ？どこから何に叩かれた？とビビりまくりの僕。やっと肩を叩かれた。ゲームじゃない。ゴーグル外さないと見えない。と気づき、ゴーグルを外すと、弟がジュース飲む。と、なんだこいつという顔。それから VR ゲームをプレイすると、後ろに誰かいるんじゃないかとビクビクしています。ああ、だからこれね、実際のね、こととそのゲームがこう、スリップしちゃうというんですかね。バーチャルリアリティですね。そういうことですね。VR っていうのは。はい。すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ではいきます。キユ名古屋の三人さん、こんばんは。こんばんは。今夜のテーマゲーム、お名前が、イカリさんですね。はい。私にとってのゲームはボードゲームです。人生ゲームと昭和の仮面ライダー5名が出るボードゲームです。小学生の時の思い出、家族や友達と複数人でできるのが魅力でしたよね。私が中1の時に任天堂からゲームウォッチが初めて発売されました。その時、それ持っているやつが羨ましかったのを覚えています。とにかく高くて買えない記憶があります。その数年後、ファミコンが発売されるわけですが、私は一度もゲーム機購入したことがないのです。音楽 CD を買い始めてゲーム買うゆとりがないからなのです。どちらも取ることはできませんでした。ということでした。ありがとうございます。もうちょっと前のボードゲームの時代の話がね、出てきましたね。はい。人生ゲーム、懐かしいな。そうですね。ね。はい、続いて、皆さんこんばんは。鶴ヶ島のカーズニーです。ありがとうございます。大学の時、友人たちと流行ったゲーム、桃太郎伝説を略して桃鉄。設定年数を最大にして、徹夜してやってましたね。ボンビーがプレイヤーにつくと何をやらかすかわからないスリルが楽しかったですね。あと、ストリートファイターもハマってたなぁ。あ、そうだって、それ、やってた方多いですね。桃鉄ってよく来ましたからね。ストリートファイターも多い。桃鉄多いですね。多いですね。あ、はじめましての方からメール来てますよ。はじめまして。ですか？はい、はじめまして。名古屋のそなたと申します。ありがとうございます。ありがとうございます。徹夜でファミコンはしまくりでしたね。一番思い出に残っているのは、24時間テレビでダウンタウンがパーソナリティ出たとき、光栄の初代三国志を友達と徹夜でノーセーブクリアしたことですね。懐かしいなということで、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はじめましてのメールでした。はい、では、エンディングです。はい。じゃあ、来週のテーマをお願いいたします。はい、来週のテーマはもう言っちゃったけどね。自撮り。自撮りみんなわかるよね。テーマ自撮り。マスクマン考えたんですね。これ。もうフライング。はい、それはしのぶさん知ってるよ。ほらほらほら。失礼いたしました。最初に言っちゃった。はい。この番組はザ・カバーズ絶賛発売中、大城バレさんの R サプライ、フォークリフト整備。塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイト名誉総裁賞を受賞、首里饅頭那覇、首里中村製菓、高級木材のご用命は名古屋中川名木、こちらの提供でお送りいたしました。はい、ありがとうございます。はい、もうエンディングなんです。ね、はい、ナニワンチュールさんが早いな、もうエンディングって。スラシドさんからね、温かい言葉をね、いただきましたよ。はい、王子で風、お大事に、ありがとうございます。3週間ね、喉がね、調子悪いです。ということで、はい、それでは、はい、また来週。はい、また来週。また来週。